日常演技の食うたびへようこそ。さて本日の演技はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。いや、メニューエッセイスーパーカップカスタードクッキーだよね。うん、カスタードのアイスって、そう、アイスってカスタードってあんまりイメージないんだけどな。で、食べるときに見せますね。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。中身はこんな風な、非常に粒々に入ってるな、クッキーならではですね。それでは。いただきます。アイスがいわゆるパンやシュークリームに入っているカスタードの部分は結構強く感じられて美味しかったです。ミルクアイスとはまた違った美味しさがあって、私ただしっとりクッキーとは言いますが、クッキーがしっとりしすぎていて、あまり存在感を感じられなかった。いや、そこまでではないのですが、味の変化はもうちょっとクッキーなんで食感を感じたかったっていう部分があって、その技にして、アイスのクッキーはサクサクの方が美味しい気がします。そこは残念なので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。